はい、あの本名です。今日は、5月30日東京、ぼちぼち晴れてるんですけど、昨日の夜、1時ぐらいに起きて、まあ寝たのが11時ぐらいなんで1時ぐらいに起きて、ジャストキープバイングっていうなんか株の本を読んでて、いやこれいいんじゃねえかななんて読んでて、あの昨日読み合ったんですけど、これいいよなんて僕なんかそういった雰囲気でこの YouTube で言ったんですけど、あんまり役に立たねえんじゃねえのかなと思って、買って読んでる人がいたら大変申し訳ないなみたいな。株式投資とかシーガルっていう人間が書いてるのとか、ランダムウォークの方がなんか内容が濃くて面白いのかななんて思いながら、今日は何の話をするかっていうと、 VF って、アメリカの VF は、ティンバーランドを持ってる、あとノースフェイス、デッキーズ、多分 R ジーンズっていう、まあ、ジーンズ屋も持ってたり、日本の人も、ストリートの人は誰でも知ってるシュプリームを持ってたりする会社の業績が悪いと。で、まあ、僕は言うまでもなく VF の株価っていうのがガーッと、まあ、起こってるわけですよね。まあこれ大きな原因っていうのはバンズが良くなかったり、もうシュプリームも売りに出すんじゃないのかみたいな。シュプリームっていうのはジェームス・ジャビアっていう人が、まずカーライルっていう会社に売ったんですよ。それでそのカーライルっていう、ファンドが何をやったかっていうと、ブラッシュアップっていうか、会社の中身にいて、もっと売れるよねっていうので、この VF に多分当時の金額で言うと2000億とか2500億とかっていうような、日本円にする、まあ今の為替だと3000億ぐらいになっちゃうんだと思うんですけど、そういったので売ったと。今までだったら、まあ、アメリカと、日本にしかなかったみたいな。それを韓国にあれしたり、上海にお店出したりっていう、まあ、グローバル展開で、まあ、どんくらい売れるのか。ナイキさんと一緒にエアフォースワンの上海別注みたいなのも出し、なんか日本に若干入ってきてると高くなってると。それでも調子が悪くて切り売りしていくわけですよね、っていうようなのが今のファッション業界の流れなんじゃないのかなと。このファッション業界の流れ、誰をみんな手本にしてんのって言ったら、もう確実に僕が思うのは LVMH、 ルイ・ヴィトングループですよね。ちょっとハイブランドも、中国の成績が悪くて LVMH の時価総額も下がってると思うんですよ。世界トップ20から下がっちゃったんじゃないのかなと思うんですけど、ルイ・ヴィトンがあったり、 LVMH だったらティファニー持ってるんで、その宝石やってる、お酒やってるとか言って、いろいろなポートフォリオをこうやってあれしてるんですよね。そういう風にしてるのを真似して、例えば1個のそのファンドホールディングっていうかの会社が VF みたいにティンバーランドやる、バンズやる、ノースフェイスやる、シュプリームやるみたいな。それで相乗効果が出るようにしてるわけですよ。だから、まあシュプリームっていうのはノースフェイスの別注やる、ティンバーランドの別注やるとか、スケートボードなんでバンズの別注やるみたいなことをやって、まあ企業価値を上げてるみたいな。それをなんか束ねてるんですけど、同じように、まあ、ストリートカルチャーっていうのが今ちょっと若干右肩下がりなんじゃないのかなって僕思ってて、そうなってくると、まあ同じようなグループでまとめちゃってるんで、同じように全ての業績が悪くなる。なんか僕これってよく株式で言うような、同じ箱に卵をいっぱい乗っけないみたいな、一回一個の箱に入れて落としちゃうと全部割れちゃうみたいな、そういった現象が起こってるんじゃないのかなと思ってて、どうなんのかなみたいな。シュプリームっていうと日本にすごい不安が多いんで、これがどういう風になるのか、なんか平家物語みたいになってきたなみたいな、おごれるものも久しからずみたいな、なんていうのを思いつつ、松尾芭蕉を読もうかななんて思ってる今日この頃ですけど、ありがとうございました。